こんにちは。今回ご紹介する本はこちらの明晰夢というこの本になります。この本はむちゃくちゃ面白いですね。まず明晰夢というものが何かと言いますと、夢なんですけれども、夢の中で自分が登場して、あ、これは夢だと気づいている、夢だと気づいている夢といえばいいんじゃないでしょうか。そしてその中では自分は意思を持って動き回ることができ、夢のストーリーを変えたりすることもできるそうです。それ、これがどういう現象なのかということを、これまでは科学的に証明することができなかったんですが、どうやら科学的な体の反応ですとか脳の血流ですとか、そういうものから科学的にいろいろな検証が進んでいるようです。そして何よりも興味深かったのは、この夢の中での経験、夢の中でいろいろなことをしますけれども、この夢の中での経験が現実のこの肉体を持った自分の体の経験として使えることができるという、この夢の中で経験したことで自分が成長できる、こういうことが起こる明晰夢、そしてこれを自由に見るようになれるというようなことが書かれているこの一冊、非常に面白かったので、ご興味ある方はぜひ読んでみてください。以上です。